はい、皆さんこんにちは。 TMIPS 長野人森島です。今回はですね、以前対談でも登場いただいたジーバテックの山本社長が新しいサービスをですね、リリースしたということで、弊社代表の大井先生がですね、サービスの中身について根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。山本社長、大井先生、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずはですね、商品の概要ですね、これ簡単に、ご説明いただけますでしょうか。はい、ジーバテックの山本です。今回ですね、ジーバマネージっていう新しいサービスを出しました。で、そのサービスの領域なんですけど、ホームの案件管理っていう領域になりまして、このホームの案件管理ってパッと分かりにくいんですけど、一番後ろの契約書の管理、締結済みの契約書を管理するっていうところとよく勘違いされるんですけど、それとは真逆で、一番手前の部分ですね、ホームの案件を事業部が法務部に依頼して、でそこのやり取りをして、で全部フィックスするまでの間をサポートするツールになってます。具体的にですね、何をやりたいかっていうプロダクトビジョンなんですけど、ホームと事業を一体化するっていうようなところで、法務部門も事業部門も双方サポートするツールになってます。で、特にですね、法務部門でいうと、法務案件の受付管理とナレッジマネジメントができてないっていうような会社さんが多くてですね、そこをまず実現するっていうようなところと、あとはですね、事業部門がやっぱり業務プロセスを変えられたくないっていうふうな要望が結構多くてですね、そこを変えずに実現するっていうところがポイントになってます。さらに特徴が3つなんですけど、事業部がアカウント不要で、メールとかチャットとかを使ってやり取りができるっていうところが特徴の1つになってます。で、2つ目はですね、案件単位で情報蓄積できるっていうところなんですけど、契約書が1通ずつで1案件というよりは、1案件に契約書が複数あったりとか、なんなら契約書がなくて法律相談だけっていうところも対応が可能です。で、3つ目ですね、いろんなツールがやっぱり最近出てきてるとは思うんですけど、そこでのなんかツールのリプレイスをせずに、もともと使っているメールとかチャットとか、であと電子契約とか、あと AI 契約レビューのツールとかもですね、とも連携を今してまして、今後も連携を増やしていくっていうのが特徴になっております。はい、プロダクトの概要は一旦以上になります。はい、ありがとうございます。ではですね、次に実際のジーバマネージの画面を見ながら、大井先生に深掘りをしていただければと思います。よろしくお願いします。ではまずですね、この案件 の, 一覧できる管理画面なんですけど、新着できた案件とか、期限当日、期限超過っていうのが見れたりであるとか、で、新着の案件来たらもうメンバーにアサインができたりとか、で自分が今抱えている案件が対応中なのか、で今セカンドの人にチェック待ちなのか、依頼者にチェックしてるのとか、そういうふうなステータスとかが自動で管理できるような形の画面がトップページになってます。なるほどですね。そうしますと、普通、事業部さんからですね、メールで、契約書が添付されて、案件の概要を簡単にこうメールで、ご紹介を受けて、そして、法務部長なり、法務の窓口担当者が受領すると。この段階では、このジーバマネージのステータスが、アサインされたという状態になるんでしょうか。新規できた場合は、この状態ですね。このアサイン手前の段階になるような形ですね。そうすると、メールで例えばアウトルックで、私ども O36 を使っているので、アウトルックで案件受領するんですけれども、その内容とメールの受け付けた内容とこのジーバマネージとは連携しているということなんですかね。そうですね、はい、おっしゃる通りです。特定のアドレスっていうものを発行できまして、でここのアドレス、依頼用アドレスっていうのがあるんですけど、ここの依頼用アドレスを渡していただいて、で、クライアントなりで、法務部だったら社内からの事業部門から受け付けるっていうところで、このメールに送っていただくと、ここの新規の案件のところに届くような形になってます。そうすると、まずは、法務の依頼フローというのを一旦このジーバマネージを含めた形に再構成をして、で各事業部さんに対しては、このメールが
契約書チェックの窓口メールですよと、こういった周知をするというのは前提ですね。そうですね、はい。なんで基本的にはメールアドレスだけを変えてもらえれば、あとは今まで通りのフローでやり取りはできます。その、窓口のメールに一旦案件が持ち込まれたときに、例えば私が法務部長だった場合に、あ、この、例えば一番上の NDA のチェックの依頼が来たねと、じゃあこれを誰にアサインしようかなというときに、このアサインボタンを押して、で、まあ、法務部のメンバー、まあ例えば1年目のホームの新人メンバーにファーストレビューを依頼する。で、チェックは、もう少し、経験積んだベテランの、セカンドレビューアーにチェックをする。そして、アサインすると。こういう形になるんでしょうかね。そうですね。はい。まさに、イメージの通りになります。これ少し、見方をすいません。通常これ、ホーム部さんが導入して、ホーム部が案件依頼、そして、各ホーム部マネージャー、ホーム部員に対してアサインするというフローなんですが、これ法律事務所でも同じような業務がこれ多数発生しているわけです。日々ですね、親権が依頼を受けて、その親権をどのファーストレビューアー、セカンドレビューアーのアソシエイトにアサインするか、これ非常に、実はパートナーの立場からすると、日々の、まあ、大きな業務の一つになっているんですね。これは法律事務所にも転用可能なんでしょうか。そうですね、はい。法律事務所でもちょっと使えるかどうかっていう実験をやってはいるんですけど、まあ、基本的には法務の案件の管理っていうところでいうと課題は同じかなと思いますので、まあ、こういうふうな形で状況が見れたりとか、まあ、他の人がどれぐらい案件抱えてるのかっていうのも分かりますし、なんでそういう意味では案件の特性見てアサインして、今期限どうかなみたいなところで見るのは同じかなと思いますので、使えるかなと思いますね。なるほどですね。で、例えば実は私ども TMI プライバシー&セキュリティの各案件、個別案件はですね、スプレッドシート、 Google のスプレッドシートを使って案件管理、こう手入力をしているという状態、はい、一つの案件一つのケースごとに担当者期限で、現状のステータスをですね、大体これは今、2日に1回のペースで、こう案件管理ミーティングをしながら進捗を管理してるんですね。やっぱりこういった手入力、Excel とかスプレッドシート管理をされてる企業さんが多いんでしょうかね。多いですね。手入力がなんだかんだでかなり占めるんじゃないですかね。3分の2ぐらいは占めてる感じがします。ヒアリングした感じだと。そうすると、それを、まあ、ある種この SaaS のサービスで自動化するというのは一つの大きな、まあ、我々の案件管理の負荷を軽くしてくれるということになるんですかね。そうですね、はい。手入力の負荷もそうですし、まあ、あとは一番大事なのはやっぱり抜け漏れがなくなるっていうのは大きいですよね。じゃあ今度アサインをした後のフローを教えていただけますでしょうか。はい。で、アサインされると実際にこの案件をこんな感じで見て処理していくっていうような形になると思うんですけど、まあ、ここの契約書が仮に NDA のチェックと業務委託契約のチェックが2つ来ましたっていうところもこんな感じで見れますし、で、あとは相談の内容みたいなものがここにあります。なんでこれを見てどういうふうな方針でやろうかっていうようなところで、あとこれはまあちょっと将来的になるんですけど、どういうふうな契約類型が来たのが多いかとかっていうのを、まあ、分析できるというか、まあ、それって法務部門とか法律事務所単位でどれぐらい来てるかもそうですし、各メンバーがどういう類型をどれぐらいやってるかっていうのも意外となんとなく勘で見てるっていうのが多いと思うんですけど、まあ、なんか定量的に確認できるっていうのは人事評価の正確性っていう意味でも大きいと思うんですよね。っていう風なのを見て、あと参考資料っていうところもここに格納して、はい、まあ、これ結構いろんなファイル形式に対応が可能です。で、あとはですね、なんかこういうふうなやり取りでチーム内に対してなんかメッセージをこんな感じで送ったりであるとか、まあ、よろしくお願いしますとかですね。あとはボールを投げるっていうのが、まあ、これを押すことによってステータスを自動で変更するってことができまして、まあ、そういうふうな動きもできます。なんでまずは法務部門内であるとか、あとは法律事務所内とかで依頼者に何でしょうね、内緒というか、はい、やらないといけない場面ってあると思うんですよ。結構悩んでこれどうやって落としましょうかねみたいな話とかあると思う、はい、なんでそれはこのチーム内のチャットでやって、あとは依頼者に対して
全部成果物を出すときとかは、まあ、こんな感じでメッセージに添付してもう送れば依頼者確認中っていうような形でステータスも自動で変わるっていうような形の動きになりますね。なるほど。そうすると修正版の NDA をこの依頼者に対して、この右のカラムで送ると、その場合、依頼者の事業部さんはメールで受領することになるんでしょうか。そうですね、はい、基本的にはメールでこんな感じで届いてる形になりまして、でこんな感じですね、まさにメールで依頼が受領されましたとか担当がアサインされましたとかで、メッセージはこんな感じで届きますので、まあ、それに対して返信をもうこのメールにそのまま返信してしまえば先ほどの場所に届くような形になりますね。ここに届くような感じになります。なるほど、なるほど。そうすると、まあ、通常我々のこの契約書レビューというのはメール単位で、依頼者と法務部がこうキャッチボールするんですけれども、その業務フローは基本変えないまま、ある種このGバマネージにこう自動連携してこちらにステータスが自動変更されると、ここがミソなんですね。あ、そうですね、はい、まさにおっしゃる通りです。なのでそうですね、やっぱりこの案件の内容を蓄積していくっていうところがもう忙しい中で、このメールのやり取りとかを例えば共有フォルダーなり Google ドライブなりにいついつ貯めていくのって、まあ、現実的じゃないとは思うんですよね。もうそれ専用の人が必要というか、なんでそれがもう今まで通りのやり取りをしながら全てこの案件単位でこの塊の中に貯められるっていうのが一つポイントでして、なんで案件のやり取り、まあ、受付管理のところをやりながらこのナレッジマネジメントみたいなところが工数かけずに実現できるっていうのが大きいかなと思いますね。なるほどですね。そうすると例えば NDA の契約書をレビューする際にどういった事業部さんとのやり取りがあったかと、これを後からこうノウハウとして見たいときにここにある種集約をされているということなんですかね。そうですね、はい、まさにおっしゃる通りでして、例えばですけどですね、ここにシステムっていう風な形で入れると、まあ、システムっていう風なキーワードでヒットした過去のものが出て、でこの中でもうわざわざダウンロードして中身をいちいちチェックして参考になるかどうかを見てるっていう風な話って結構なんですけど、はい、多いですね。そうですよね。なんでこれをパッともうこんな感じでダウンロードせずに見ることもできますし、あとメッセージのやり取りとかもこんな感じで確認できますので、まあ後から参考になる案件探すときも非常に便利になるかなと思います。なるほど。でまた、一旦昔作った契約書、例えば秘密保持契約書の中身がこういう条項になってますよと、これなんでこの条項になったのか経緯を見たいときは、まあ、メールにこう遡ってこうメールをこう探していくという作業がこれまであったんですけれども、ここを見るとこのメッセージでどういう経緯でこの妥協的条項になったのかというのがこう一覧化できるということなんでしょうかね。そうですね、はい、こんな感じでさっきのこの画面からパッと全体の画面に戻ることができますので、例えばこのバージョンの時のコメントも紐づいてる形になってまして、じゃあこのバージョンの1から2になるときにどういうやり取りあったのかなっていうのも、はいはい、まあ、自動で飛んで行くことができますし、バージョンごとの確認とかもできます。そうすると例えば、こういう使い方できるんでしょうかね。ノウハウの、まあ、データベースとして、開示する側に有利な NDA の契約書を探したいなというときは、まずは検索で NDA を見ると、はい、で NDA を見るといろんな過去のケースが一覧化できますので、その中で、会社にとって有利な案件どれだったっけと、こういうことを探す、そういったツールという意味合いはありますかね。ありますね、はい、これがやっぱり意外と過去の案件をざっと探してきて使うのってちょっと怖いじゃないですか。交渉の過程ですごい今回の案件に不適切なように修正されてる可能性もあるんで、はい、なんならなんて言うんでしょうね、相手から来た契約書を自分に不利なように間違えて変えてしまうっていうリスクもなんか新人とかだったらあり得ると思うんですよ。なるほど。
なんでこのあたりが経緯も分かってるとなんかちゃんと捉えられるというか案件の特性を、はいはい、なんでそういう意味では全部が入ってるっていうのは意味合いとしては大きいんじゃないのかなと思ってるんですよね。では今度、契約のフィックスした場面を少し拝見できますでしょうか。はい、で案件自体がもうフィックスすると、まあ、これなんかフィックスバージョンとかってつける場合はこういうふうな形でつけてもらえれば一旦終わりでして、でまあ依頼者に対してはもうこれで締結しますみたいな話になったとすると、まあ、例えばですけどもうこのフィックス版で契約結ぶかどうかっていう時に何でしょうね、このバージョンというか、いやいや本当にこれ最後の最終版なのかなみたいなところでバージョンのチェックをすると思うんですね、うん、ちょっとこのバージョンの2とこのバージョンの1みたいなのをちょっと比較してみたいと思うんですけど、はい、でこの作業がやっぱりいわゆるなんてサイレント修正というか履歴をつけずにってなると、いや意外とこういう風に変えてきてましたっていうのがあると思うんですよね。でこれ条文ごとに分割してるんで、これ条文の場所だけを入れ替えられてるってことなんですよ、うん、でその時もなんか単純な差分比較だったら全部差分になるんですけど、まあ、書かなきゃいけないもんね。あ、そうですそうです、分割して AI でマッチングさせてるんです。なんでこんな感じで見れますし、まあ、削除されてますっていうところとか、あとはですね、例えば、有効期間、まあ、3年を1年に変えられてますとか、なんかしれっと東京地裁から大阪地裁に変えられてますとかっていうのが分かって、まあこれが分かると、まあちょっともう一回確認をしたりであるとか、でこの差分が問題なければ、今ちょっとこの中ではデモはできないんですけど、クラウドサインと連携してまして、はいはい、ここから、クラウドサインボタンみたいなのがここあるんですけど、連携して、はいはいはい、でワンクリックでこれワードファイルなんですけど、はい、ファイルを自動で PDF に変換してくれて、この2つのファイル、なんで1個1個アップロードするっていうよりは2つ同時にアップロードしてクラウドサインの画面に行くってことができます。なるほど。通常私ども、ワードファイルのフィックス版をですね PDF に吐き出して、そしてそれをクラウドサインに乗っけて、先方に送るんですけども、そこが、まあ、ある種 API 連携していて、かつ PDF の自動化の機能もあるとなんですね。そうですね、はい、で締結済みの、例えばクラウドサインで締結済みの契約書はどのようにこの Jira マネージで管理されることになりますか。基本的にはそこの領域に関しては他の契約管理システムの方にも委ねてしまってるんですよ。なるほどなるほど、はい、なんで、まあ、そこと連携してなんか検索とかができるといいかなとは思ってるんですけど、はい、なんかあんまり広くカバーしすぎてもなんか特徴がなくなってしまうんで、はい、基本的には契約締結済みの契約管理はあんまり推奨はしてないっていうか、ね、なるほど。そうするとこの中で管理できるのは契約書のワードベースの契約書にフィックスしました、で、クラウドサインで締結しましたという履歴は残るんでしょうか。締結しましたっていう履歴は、これはなんかどっかではやろうかなと思ってます。今はもうなんか片道切符というか、はいはいはい、クラウドサインにアップロードするだけっていうところなんですけど。なるほどですね。締結したかどうかみたいなステータス戻すっていうのは多分やれると思うんで、はい、そこはどっかでやってもいいかなと思いますね。でこういった、まあ、各種の案件がいろんな法務員さんにアサインをしました。で、ある案件はフィックスして完了しましたと。で、ある案件はまだ続いてますよと。これを、まあ、契約書のレビューをですね、アサインする側としては、こう一覧化してですね、何か期限を溶かしていないかとか、ちょっとこれ黄色信号になってるよとかですね、もう期限溶かして赤信号になってるよというのをこう一覧で見たい時があるんですが、まさにこの未完了の案件という画面が、このステータスの一覧化という、そういった機能なんでしょうかね。そうですね、はい、これでなんか対応期限とかをパッとこんな感じで見ると、まあ、これ選択されてないやつがあるぞっていうのと、あともうなんかもう先週の金曜日に出す予定のものが終わってないぞとかっていうのがパッと分かって、でまあこいつかみたいな感じで見ることします。なるほど。これ逆に言うと法務部長、例えばアサインする側が各部員の案件管理、進捗管理を見ることもできますし、例えば、この、法務山二郎さんがですね、はい、自分個人の案件、アサインされてる案件を自分の
タスクの抜け漏れはないかなというふうにですね、見たい場合にはどういった画面になりますか？はい、基本的にはこれがチーム全体なんですけど、はい、このここの領域ですね、ここの領域はアカウント持ってる人なんですよ、はい、なるほど。なんで僕はホーム林三郎なんですけど、ホーム林三郎の自分の状況がこれでパッと分かるんですね。なるほどですね。でその後はチーム全体が出てきて、あとはなんか他のメンバーの案件状況みたいな、まあ覗きに行けば分かるって感じですかね。なるほどですね。まあ、ある種これがタスク管理、個人のタスク管理ツールとしても使えるということになりますね。そうですね。やっぱりステータスが自動で変わるっていうのは結構いいんじゃないのかな。うん、確かにそうですよね。ここもですね、例えば私なんかで言うと、Google のですね、ツール、まあ、タスク管理ツールを使ってて、これも手入力なんです、実は。あ、はいはいはい、はい。手入力なんで、いろんな案件を、まあ、個人ですね、チーム全体というよりも個人のタスク管理を Google のタスク管理ツールを使って、まあ、期限とですね、タスクを自分でこう更新して、いちいち、PC だったり、スマホだったり、自分でこう手入力で更新してるんですけども、それが自動化されると相当これ楽ですね。そうだと思います。例えばですね、もう一つタスク管理ツールという側面で言うとですね、私自身は、まあ、タスクの、期限を、またはボールが飛んできたというところをですね、タスク管理ツールでこうリマインドできるようにしてるんですけれども、そういった、リマインド機能、通知機能というのはこのジーバーマネージの中であるんでしょうか？はい、基本的にはなんかポイントになるような動きがあった時には通知が来るようになってまして、で、まあ、それは連携しているツールによるんですけど、まあ、メールだったらメールに来ますし、はい、スラックとかと連携してたらスラックに通知が来るみたいなこともできます。なんで、まあ、新規の案件依頼を受けた時に届くものであるとか、あとはメッセージ、マネージ内でメッセージをやり取りする時のメンションがついてると通知が来ますし、あとはまあボールを投げられたりとか依頼者から来たらそれについても全部通知が来ます。まあ、ただ通知が来すぎてもなんてしてね、見落としてしまうじゃないですか。そうですよね、そうですよね。なんでこれはもう全部オンオフで個人にカスタマイズをすることができますので、本当に大事な通知に絞って見落としをなくすってこともできます。なるほど。そうすると例えば私なんかで言うとアサイン通知とですねボール受信通知だけでいいかなと思うんで、そういった個人向けの設定もできるということでしょうかね。はい、できます。もうこれ全部オフにしてしまって。なるほど、はい、ボールだけとアサインだけでできますね。ジーバマネージの機能の説明ありがとうございました。これ実際ですね、使ってるお客さんの、まあ、感想ですとか、まあ、もしくはクレームですね、こういったところ何か山本社長の耳に届いていらっしゃいますでしょうか？基本的にはですね、すべてのやっぱり案件情報を蓄積するっていうことがやっぱり今までできてなかったっていう会社さんが多いんですよ。でやっぱりできてなかった理由っていうのはやっぱり事業部の業務プロセスを変えるか、そのホーム部門がめちゃめちゃコストかけてコピーして移すかのどっちかをやらないといけなかったんですね。なんでこれがやらなくてもそれが実現できるっていうのにすごい喜んでくれてるっていうふうな声はいただいてますかね。その感想っていうのはその事業会社の法務部なのか、それから法律事務所なのか、このあたりちょっと分けて、ご説明いただけますでしょうか？基本的には法務部門ですね、企業の法務部門になります。まだ実際法律事務所で導入してるっていうケース例はあまりないような形ですかね？法律事務所はこれからだと思いますね。なるほど。まだちょっと実験中で、うん、まあなんか使えそうだぐらいの感覚しか今はないですね。なるほど、ありがとうございます。山本社長どうもありがとうございました。私どもも、案件管理については非常にこうマニュアルアナログ的に今進めてますんで、ぜひちょっとこれは、TMI プライバシー&セキュリティでも試験導入してみたいなと思っております。で、まあこのあたりですね、今のところこうアナログ操作で Excel 管理をしているところをですね、うまく自動化したいと。でここに結構実は工数を取っていて、2日に1回1時間の案件進捗管理の確認をいった会議が ありますので、まあ大体これ森島さんどうでしょうね、1時間はかけてますよね？そうですね、毎回1時間はかけてますね。なので週でいうと3時間、3時間半ぐらいはかかっているので、これが
かなり工数が削減できると大変ありがたいなといった感想を持ちました。では、今後ですね、ちょっと私から山本社長に展望をお伺いしたいんですけれども、これをいかに法律事務所に対してユーザー層を広げる、まあ、どういう施策で、どういうギャップがあって法律事務所に広げることができるのかという点と、または今後のですね、対企業の法務さんへの、まあ、攪拌ですね。これどういったポイントが攪拌のポイントになるかと。この2点をお伺いできればと思います。ちょっと僕の今の所感ではあるんですけど、法律事務所の方がハードルは高いんじゃないのかなと思ってるんですよ。で、それなんでかっていうと、やっぱりクライアントっていろんな種類の人がいると思うんですよね。はい。リテラシーもいろんな人がいますし、いろんなツール使ってるっていうところで、それがクライアントとのやり取りっていうところの中で、あんまり違和感がないような形っていうのをより突き詰めていかないといけないのかなと思ってるんですよ。なるほど。メールで飛んでくるって言っても、ジーバマネージから飛んでくるっていう中で、あれ、なんでジーバマネージから来てるんだっていうふうに、ちょっと思うような会社さんってあると思うんですよ。はい。なんでそこを違和感をなくしていくっていうところが、多分法律事務所展開の肝になると思うんで、ちょっと先になるんじゃないのかなと思ってます、正直。そうすると、例えば、対クライアントのやり取りに関しては、ジーバマネージを使わずに、体内的な案件管理、これはある種システム化を導入をして、こうファーストレビューはセカンドレビューはあとパートナー、このやり取りを自分マネージで完結すると、こういう使い方もあるんじゃないかなと思います、ね。まさにおっしゃる通りですね。はい、一旦そこから試してみたいっていう会社さんもやっぱあるんですよ。それでも何ていうんでしょうね、多分他のプロジェクト管理ツールを使うよりはホームに特化してるんで、はい、なんかフィット感はあるとは思うんですよね。なるほどですね。では今度、よりこうユーザー層を広げる、企業様のユーザー層を広げるポイントってはどういうふうに考えでしょうか。で、企業の方は、かなり、フィット感もあるんじゃないのかなと思ってまして、で、企業はやっぱり、まあ、言っても同じ会社の組織の中の人たちなんで、まあ、これでいきますってなると、よほど変な感じで業務フローが変わらない限りは受け入れられやすいみたいなんですよね。なんで実際に事業部に対して展開しても使いやすいっていう声とかもいただいてるみたいなんですよ。であとはもうなんかスピードが速くなったっていう風な感想をなんか訪問がもらってるみたい でそれって結構嬉しいじゃないですか、ホームから。そうですね。なんでそういう風な形でなんか訪問のお客さんってやっぱり事業部門であったりするんで、そこが喜んでもらえるっていうのはやっぱり僕らも嬉しくてですね、まあ、あとはその対応ツールみたいなのを拡大っていうんですかね、うん、今スラックとメールなんですけど、はい、Teams の浸透が最近すごいんで、ああなるほど、はい、そうなんですよね。なんで Teams に広げると、まあ、メールでも Teams でも両方でやれますっていうインパクトは結構あるみたいで、うん、そことかは広げていきたいなと思ってますね。はい、というわけで、今回はですね、ジーバテック山本社長に、ジーバテックが新しくリリースしたサービス、ジーバマネージについていろいろお伺いいたしました。山本社長、大井先生、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。